皆様こんにちは。政治アンターテインメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。週刊女性プライム写真拡大。私、去年の税金に関する問題が発覚しましてから4ヶ月ちょっと自粛していましたが、この度活動再開させていただくことになりました。写真。 同じく活動自粛の木下幸名が、欲求不満と叩かれた超ミニスカ姿3月7日に、ローカルラジオ番組で復帰を果たし、うまく、ことは運ばないようだ。12年5月、実母の生活保護受給の疑惑が発覚し、謝罪会見を開いた、次長課長の川本淳一。当時、弁護士を同席させて、不正ではないと主張していましたが、 国民の血税を不当に得ていたことは事実。費用の返還をしたものの、レギュラー番組を次々と降板することに。超売れっ子から一転、嫌われ、芸人となってしまったのです。ワイドショースタッフそれでも会見から約4ヶ月後、テレビ復帰を果たした川本だったが、テレビに出るたびに、不快、嫌い、チャンネル変えるなどとネットを中心に批判の声が溢れました。 また自身のブログを更新し何かにつけて蒸し返すようなコメントがつけられるのです。現在のレギュラー番組はローカル局のみとなっています。前室、ワイドショースタッフたとえば新型コロナウイルスの状況を伝えようと更新した2月25日のツイッターでは電車でマスクをしていない人がいたことに言及しみんなその人に背中向けてた。深刻や人の行動が差別を生まなければよいがと。 死国末倒な意見を呟いた川本。ところが、生活保護を不正受給するという行動をしても、差別されないから大丈夫やろ。あんたの生保の件はまた差別とはちゃうで、お前は黙っとけ。何を言っても説得力ないから8年が経った今も、世間から許されることなく、未だ批判にさらされているのだ。ネット特有の粘着体質もありますが、チュートリアル得意吉座ね。昨年10月に、 度重なる所得税などの申告漏れや無申告を指摘され活動を自粛していたのだが正直なと川本に対してアレルギーのような拒否反応が起きているのです特に税金や公金絡みの不正に対して世間はシビアで不倫闇営業以上に嫌われる要因になり得ますからね前室ワイドショースタッフ先日週刊女性はネットテレビ版 テラスハウスへの出演を得意に直撃記事を掲載したのだが、視聴者を馬鹿にしすぎです。逮捕されてもおかしくないのに、悪質な脱税、バレたから払うかっていう、すごい、悪ですよ、原文ママ、世論はこれを絶対に許さないし、テレビの復帰はありえないなどのコメントが殺到。川本同様の、アレルギー、早くも得意にも起きていた。ネットの声が大きく反映される時代です。 好感度が高かっただけに嫌われてしまう振り幅も大きい。ゴールデンタイムなら、なおさら得意の企業に難色を示すのではないでしょうか。実際のところ、ネットテレビや深夜番組で出演できれば、この字というところ、全出ワイドショースタッフ多大な代償を支払うことになりそうだ。得意をしざねをもっと詳しく、復帰は時期尚早と言わざるを得ないと思います。 一億円を超える申告漏れは、逮捕されてもおかしくはない、脱税案件とも取れます。会見で発した、ルーズという言葉も印象は良くなく、本当に反省をしているのかと問われかねませんね。芸能レポーター、得意のふ、和田明子は、しれっとなんか、普通は、記者会見でもして復帰するのかなと思っていたと、やや納得のいかない様子。さらには、 三ウ、吉本工業の先輩芸人の本港も、これは絶対にあかんて。など、それぞれの出演番組で苦言を呈したのだった。それでも、一日も早く復帰したい理由があったのだとも、バイクや腕時計などの趣味や海外旅行などのレジャーと、浪費癖は相当なもの。そして都内に2億円近いマンションを、ローンなしで一括購入したという報道もありました手元に、 現金は残っていないのでは今回はしっかりと申告しているでしょうが、苦笑昨年度の税金も払わなくてはなりません。まあ、金が必要なのでしょう。前出、芸能レポーター、得意自身は、全身全霊で謝罪したことで、今まで通り、売れっ子芸人としての活動再開を描いていることだろう。しかし、